ショータイムバグです。はい、今回はですね、僕がいつも使ってるこのオノフのマッスルに見えて中空に見えない、中空に、これを今日はですね、トラックマンを使って、飛距離とかを、ね、計測していきたいと思います。なるほど。カンも最近あのね、とある男に勧められて、うん、僕もね、同じアイアンにしてしまいました。で、俺ちょっと中空って半信半疑なの、ずっとね、マッスル系の使ってたから。あ、そうだ、そう、だから中空って果たして本当にいいのかと。で、見た感じ全然中空じゃないんだよね。いいのかどうか、今日は数字でね、やっていきたいと思います。中空にしたら飛びそうじゃない？あ、そう、中空にしたら地球割れちゃう。地球割れちゃうかもしれない。あ、じゃあ危険だな。じゃあちょっと 15% ぐらいでいこう。今日抑えたりとか、そうだ、100でいっちゃうともう本当このスタジオが危ないからね。このマークが危ない。オネクさんが壊れちゃいそうだ。そうそうそう、オッケーオッケー。というわけで、はい、やっていきたいと思います。はい、何番？まずは僕の P から、うん、ピッチング。はい、いきます。はい、どういい感じ？今のはいい感じ。あ、そう、ナイスショット。ピッチングで行くっすよ。おー、一応3キャリー。いいね。あ、いいね。いいね。あ、いいね。PGA ツアーぐらい飛んでんじゃないの？いいね。うん、まあこんな枝ね。なるほどね。143。143キャリー。トータル147。はい。9。9。どう？いい感じ？いい感じ。完璧。うん。どう？いい感じ。いい感じ。完璧。うん。151。キャリー。うん。いいね。あ、160いった。ブレない。ブレない。9で160ってすごいんじゃない？うん、PG いけるか。うん。ダスティンいけんじゃない？いける。うん、いけるいける。余裕余裕。8番。8番。どうした？当たってなくて164。当たった。よいしょ。175。8番で175。やべえな、やべえな、オノフ。なんだこのアイアン。7。7。満足じゃん。トラックマンって辛いよね。辛い。どんぐらい辛い？ハバネロぐらい。ハバネロぐらい辛い。どう？こすったな。7番。え、7でこれだけいってればよくね。こすって173だって。7こすってハバネロで173だよ。そう、うん、当たった。当たった。うん、おー、いった。はー、192。おい、192キャリー、トータル201。うん、やるね。やるわ。うん、最近曲がってもいいから。うん、こんな感じだからね。好きなだけ曲げとるから。うん、いや、このロゴがいいね。このロゴがいいよ。ロゴ。ロゴ好き？うん、ロゴ好き。このロゴいいわ。おー。当たってないな。ロゴもど真ん中だった。198。198。でもロゴのど真ん中当たったけど今。198。何番？ 6？ 6番。6か。もう一匹いけるな。いける？うん。ちょっとこの辺から辛さがね、出てくるよね。ハバネロ。機械の。ハバネロが出てくるよ。今いいんじゃない？いい。今いいんじゃない？いい。201。201。やるな。201。201。やるな。5番。5番。
おお、震えてる。今震えてんじゃん。震えた震えた。217。5番で217。220近いキャリ。5番で217。220近いキャリ。うん。すげえな。このフレは飛ぶんだね。うん。コースで。フレよ。おお。いや、震えてるわ。うまい。224、はあ、4番だいぶ薄いな、今な。いや、薄い薄い。おお、いいね。うん、ただ低いね。疲れちゃった。休憩する？ちょっと休憩。ちょっと休憩。うん、オッケーオッケー。振りすぎて疲れた翔太とか言って撮っとこうね。その辺で。もしかしたら尺の紹介とか。翔太。普段あんま振らねってことだよ。翔太。うん。今日頑張ったな。行くわ。うん、行け。当たった。おお。おお。230。そんなもんだよな。やっぱ触れてんな。はい。はい。じゃあ次は。という感じでね。やっぱ中空ロングアイアンでより力を発揮するよね。そうだね。それ上がるもんね。上げやすい。スマッシュファクター 1.4K。うん。もうなんかドライバー並みのドライバー並みだよ、ミート率だよ。これやっぱ中空だからこそできる、はい、なせる技。そうです。素晴らしい、はい、まあでも俺はまだ信じないよ。信じてない。俺はまだ信じない。これだけ見ても、いや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 、数字だからこんなの。俺はまだ信じない。さっき数字って言ってた。あ、そっか。いや、数字は嘘をつかない。そう、数字は嘘つかないから。数字は嘘をつかない、はい、じゃあちょっと俺も打ってみるか。はい、菅秀一のクラブセッティング、うん、で今回ね、オノフさん、このアイアンですよ。なんていうんですかこれ。フォージドアイアン。黒フォージドアイアン。なるほど。フォージドアイアン黒でした。フォージドアイアン黒。まあ、フォージドアイアン黒です。フォージドアイアン黒。正直今までずっと中空っていうのは使ってなかったんで、申し訳ないですけど若干信じてないところがあるんですけど、はい、それを払拭してくれますか。ぜひぜひ。よし、じゃあやってあげましょう。シャフト KBS の C テーパー 130X。 世の中のシャフトはちょっと柔らかすぎる。これじゃないとついてこれない。そうだね。これでもまだついてこれてないから。本当。ウエッジは、ウエッジ、こウエッジは何ですかこれ。フォージドウエッジ。フォージドウエッジ。これすごいね、穴開けまくって、ね、穴開けまくってトップブレードを分厚くして重心を高くしてってこと。そうですね、56と58は、まあ、穴を開けて。なるほど。これ原価相当かかってますね。儲かんないでしょ。原価相当かかってますこれ。あ、同じシャフト一緒。同じ130X、うん、シャフト一緒、はい、果たしてこれならかかるのかどうかってことで。でこのなんせ見た目がいいよね。キャビティっぽさないよね、うん、普通にそうだ、ね、ツアープロが使ってそうだよね、うん、浅地くんとか使ってそうじゃない。なんかこっそり使ってそうだよね、浅地くん。こっそり使ってそうじゃない。こっそり使ってそうだよね、うん、この見た目なのに。ということでちょっと打ってみたいと思います。お願いします。頼むよ、オノフ。じゃあピッチング、ピッチング。ちょっと最初はね、肩ならじゃない。天井当たっちゃった。俺と全然違う。2メートル、2ヤードぐらいバックスピンかかる。すげえな。すげえな。どう？なんかね、バックスピンがかかる。すごい中空でスピンってすごくない？見たことないですよ、この。すごい中空でスピンってすごくない？さっと見たことないですよ、この戻ってるピッチング。これ戻ってんの？そう、戻ってる計算。すげえ。中空で戻るってすごくない？やばい。じゃあちゃんとスピンもかかってるっていうこと、うん、そう。
すげえ中空の概念変わりつつある。おう、うん、なんかね、戻る。何やろ。え146キャリー落ちちゃった。146.4 からトータルが145。9番。これも戻っちゃう。さすがに戻らない。さすがにね。戻りまくってる。162キャリーして160になってる。スピン量何これ。スピン量何。8070。多いな。すげえ、ボールも戻ってきてる。スピン量で9で44でします。それって何ですか。いやいや、一般の人ドライバーで41回いかないからですか。へー、さっきの4番やんね、俺の。すげえな、オノフ。なあ、やるな。いや、いいね。何これ。あ、ナイスショーですね。スピン量かなり抑えられてます。抑えられて、これでも多いし。170飛んでんじゃん。168。やべえな。やばいな、これ。危ない。非常だ。すごいね。すげえ。8番いっちゃう。うん、いっちゃって。ちょっと待って、驚きを隠せない。これはさすがに戻んない。これは戻んないです。戻るわけがないですよ。戻んない。戻るわけがない。8番。8だから。うん。はや。ああ、戻ってはいないね、やっぱりね。ピタッと止まる。177キャリー。ピタッとだね。何これ、0.3 ヤードぐらい。0.3 ヤードぐらい。30センチ。180近い距離をもうランゼロで攻めてる。すごいね、それ。渡米しようかな。すげえな、オノフ。すごい。スピン量7200。正常多いですね。いや、俺球高い理由スピンなんだね。そうだね。スピンなんだ。スピンが多いな。ことか。7番。7はさすがに10ヤードぐらい転がるだろ。わあ、うん、うん、やっぱね、転がってる。190、188キャリー。189。すげえ。190ヤード落ちてから2ヤードいける。これ PGA 行った方が。すごい。行ってくれよ。いや、俺渡米できるよ。スポンサー募集中です。Q スクール行こう。Q スクール、もう一回行こうか。キュースクール行った方がいいよ。キュースクール行った方がいいか。おう、オノフによって見えてきたこのキュースクールっていうね。舞台いいな。いや、いいね。あ、いいね。打感がいい。どうね、一緒。おお、すごいね。うん、たり一緒ですね。しかも曲がってなくない。いや、打ってんの俺だよ。曲がってなくない。打ってんの俺だよ。曲がんない。すげえ。打感いいですか。打感超いいです。なんかね、軟鉄のアイアンみたいな。あ、軟鉄のアイアンなんです。あーんと、ね、軟鉄なんです。軟鉄だそうだ。軟鉄で中空にしたって。軟鉄のアイアンみたいな打感したから、やっぱ軟鉄なんだね。すごく柔らかい。柔らかいね。柔らかい、うん、柔らかくて、飛んで止まって曲がらない、うん、こんないいアイアンある。いや、ない。見たことない。ねえよ、こんないいの。6いっちゃう。柔らかくて飛んで止まって曲がらないんだよ。わあ、すげえ。いや、球も高いね。すごい。208。まっすぐは。まっすぐ。曲がらない。素晴らしい。素晴らしいね。210をこの幅打っていければやっぱ PGA だよ。 PGA だよ。ほんともうバーディーや。もうだって全部バーディーじゃん。俺全部バーディーだって。おい、翔太、ショータイムカップさ、お前これで出てたのかよ。ああ、ずる
るいな。ごめんな。ずるいよ。ああ、これちょっと全部やり直しだよ。今ね、結構俺擦ったの。あ、そうだった、うん、擦っただけど全然右に行かない、全部捕まる、全然曲がんない、すげえ。やっぱこの5番、4番ぐらいからね、うん、中空といえども難しい番手になってくるから。そうだね、中空の威力を、中空の威力、でもなんかね、これならいける気がする。どう？打感がいい。どう？226。いや、なんせね、打感がいい。捕まる。今ちょっと捕まりました。捕まりすぎるぐらい、ちょっと捕まりすぎる。すごいです、ね、打感いいっすね。なんか、軟鉄のアイアンみたいな。軟鉄だね。そうですね、道理で打感がいいわけです。ステンレスで作ってる中空とはもう比べ物にならない。なんて炭造ボディですよ。なるほどね。片はめじゃなくて炭造ですよ、炭造。いや、いいわ。いや、いいわ。あ、ちょっと左。ちょっと左。うん、230。なるほどね。228。トータル238。238。5番アイアンらしからぬ気がしない。スピードも47ありますから。47。普通の人のドライバーよりは全然飛んでますね。飛べだわ。アタックマイナス 3.3。 ダウンブローってことする。さすが、ダウンブローじゃん。ダウンブローだわ。もういよいよね、4番アイアン、はい、正直なんか3番がないっていうのが気に食わないんだけど、その理由が、うん、250ぐらいってやっぱり、うん、アイアンで届かせたいわ。あ、まあ、240、50をアイアンで俺は届かせたいわけ。それが4番で行くのであれば、うん、俺3番いらねえわ。もし行くのであればね、うん、行くのであれば、ね、行かなかったらもう1本注文するから。さすがにね、さすがに行かねえよ。4番だったね。5番やんと。ちょっと巻きましたね。ちょっと上に突き上がった。突き上がりましたよ。なるほど。4番なんか鋼鉄の方が飛んでる。4番が鬼門だな、俺は。4番鬼門だな。翔太もなんか4番あたりで疲れちゃったから。おお、いった。うやば、260。やばくね、お前。やば、すごいな。やばくね、このアイアン。やばい、すごいですよ。すげえ、軟鉄でこの距離ってなかなか出ない。いやいや、見たチタンでも出ないでしょ。ドライバーでも出ない。チタン合金でもなかなかね、この距離ってね、出ないの。47.6 ってすげえいい。いいな。いいね。いい、見た目がいいよね。なんか曲がらなそうな見た目。左手で260。240キャリーです。すごい。まあ、ちょっと球低いけど。240キャリーです。すごいな。すげえな。すげえ。じゃあいいね。うん。三鉄いる？これ。いらん。いらん。だよね。四鉄いる？これ。いらん。すげえ。ここまで打感も良くて球も上がって曲がらず止まるアイアンって俺初めて見たかもしれない。うん、ティーショット使うんじゃないの、さすがに。ティーショット、いやでもやっぱドライバーかパターって決めてるから。逆にこんな感じのなんかパターとかあったらいいかもしれない。かなり距離が出そう。中空パターもういいわ、素晴らしい。ちょっと今年はこれですね。来年もこれですね。再来年もいいわ。最高です、はい、あざす。ボノフアザス。オジドエッジです。やっぱ売りはスピン。スピン、そうですね。スピンと抜けの良さと、はい、抜けの良さ。58度ですよね。58です。はい、
ちゃう。107捕まりがすごいし、107で、なんかちょっと戻ってスピン量9330、これどうですか、いい数字出てますか。もうちょっと、って感じですか。もうちょい、いや1万1万何よ。でも今結構抑えたんだよ。けど振ったらなんかね、もっと食いつくかもしれない。どう、あ、9060、あ、すごいな。戻ってますもんね。でもやっぱり戻るんだよ。いいっすね。こっちが来てこんなところヘッドスピード40、意味が分かんない。おかしいですよ。ヘッドスピード42、ヘッドスピード42、58度のレンジでヘッドスピード42。やっぱソールの抜けがいいとヘッドも走るんでしょ。あんま関係ない、あんま関係ない、あんま関係ない。なるほど。強入はこの穴が開いてない、穴が開いてない。強入はそこまで重心を高くする必要はないかなっていう感じの。そうそうですね、5、6、5、8はやっぱり重心高くして、こんな感じで、はい、ソールも違う、ソールも違う。こっちなんかへこんでる。これバンカーとかすごい抜ける。そうです、バンカーとかあのやっぱり寄せは、はい、抜けよくしてあげて、ロブショットとかも簡単に、はい、誰でもミケルソン、誰でもミケルソン、誰でもミケルソン、誰ミケルソン、すげえ教養。5人いきたいと思います。はい、5人、はい、5人。打感がいいね。134。スピン量8500、500ぐらいしか変わってないですね、さっきの58度から。8000以上のスピンで130以上届かせられるってもうちょっと完璧じゃないですか。完璧です、完璧です。 PGA、 すごい PGA。 PGA、 これだ、これ PGA、 これ PGA、 これ全然 PGA。全然ブレないね。完璧ですね。いいね。まっすぐ。俺が打ったとは思えない弾道で。ちょっと撮ってて。これちょっと撮ってて。あ、撮ってる。俺が打ったとは思えないくらいブレてない。やっぱこれはね、なんか設計がコントロールされてるんでしょうね。打ってくるときに全然ブレる感じがない。素晴らしい。ちょっとショート打ってみる。はい、打ってみる。ちょっと打ってみる。これ打たずに帰れないよ。60度。60は最後にやった方がいいんじゃない？もう完全限定品で、プロ用に本当は作ったものを海外ある分だけあのお客様にもう200個もないぐらいですよね。もうない。100個あるじゃないですか。60度。売ってないです。売ってない。あ、売ってます。あ、売ってるの？あ、売ってる。売ってます。限定です。限定。早野の勝ち。はい。60度。おお、抜けがいいね。おお、抜けてる、抜けてる。ああ、スピン量9390。もう一声、1万。うん、1万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 いいんじゃない今。おお、1万超え、9500。ちょっと俺が打ってんじゃない。いいんじゃない今の。1万。うわ、9500。56度。はい、今いいんじゃない。今のいい、今いいんじゃない。今のいい、いいね。ボールここまで転がってきた。なぜ、いいね、ボールここまで転がってきた。ヘッドスピードが足りないね。振れよ、振れよ、振らなきゃ。だって42出てたもんね、さっき。かえ、出ないね。いや、これ36。振れよじゃあ。ほら、メンタル関係ないんでしょ、そういうところで。関係ないよ。おー、振った。どう、おー、はい、いい感じ、いい感じ。おー、やっぱ8500、急溝の回転数だよ。50度。おー、いいね。おー、いいね。どう、50度。おー、50度の調子はどう。いい、1万3、
132ヤード、うん、80ちょい、うん、基本ショータの方がちょっとスピン少ないんだね。ちょっとじゃねえか、だいぶ少ない。だいぶ少ない。うん、で球低めだね。なるほどね。クラブ交換したら大変なことになっちゃうなこれな、うん、どうよ、いいんじゃないの、130いいわ。オノフ様様様様だよ、様様だよ、うん、いいね、いいわ。50度でした。はい、以上、はい、以上。というわけでね、結論オノフがいい、いいということで、はい、どうで、うん、曲がらない、球も楽に上がる、うん、でスピンも効く、完璧じゃないですか。飛べしたのがいいよ、これ本当だよな。このショット飛べしてくるから、スポーツは無事したのがいいな。募集してくる。PGA 行きます。ダスティンに勝ってから、皆さんもこれぜひ皆さんもね、使ってみてください。ここをね、一般のお客さんも使えるみたいな、ぜひここで試打してみてください。はい、はい、どうも、はい、どうも。